僕はアホやねん、それが鶴さんのいつもの口癖やったんや。休みには神戸でうな重食べて、帰りにおしゃれな服買うねん。兄貴のせいで僕は不幸になってもさ、なんで僕ばっかりこんな目に遭うねん。そやな鶴さん悔しいな。今頃天国で左利きのギターを弾いて、あの声で歌いまくってるララララ鶴さん。おいさまにうなじゅう食べてるララララ鶴さん。きっとまた会うね、きっとまた会うね。Oh,